いかがお過ごしでしょうかゆきちゃんの中の人ゆきです、えー、顔が見とれ見れてないんですけども今回顔が中心のですね動画ではございません久しぶりね、えー、マジックの方やっていきたいと思います、えー、マジックの動画ね、えー、まあ講座の方でですね動画2つたまにですねこう送らせていただいているんですけども本日はですねコインマジックの方をですね、えー、やっていきたいと思います、えー、コインマジックはですね、えー、私はあんまりやらないんですよ と言いますのもですね、本当にカードマジックを中心にこうですね、ずっとやり続けておりましてですね、コインマジックに関しては本当にほぼほぼ手つかずな状態なんですよね。まあ、ピアノと同じような状態ですね、ほとんどやってないようなものなので、えー、まあね、わからないというところも結構あるかとは思うんですけどもね、えー、今回ね、コインマジックをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、まず、はい、いきたいと思います。 まずね、えー、この辺あたりからね、空中にあるコインをこう掴んであげるんですね。見えますかこれ。見えない。なるほど。わかりました。こうやってあげるとか、あの、コインが出現します。下から出現したんじゃないですよ。ちゃんと空中からこう掴んでいただきます。まずね、このコインをですね、こう下に落としてあげるんですね。こう、こんな感じで、ね、下にこう落としてあげる。見えますでしょうかこう下に落としてあげると、こう振ってあげると、これで消えちゃう。どこにいたかというとふってと、フッていってあげると、これで出てきます。 ちょっと訳がわからないですね。えー、もう一回行きたいと思います。このようにね、えー、こう、コインがこうあるわけなんですけど、これをね、落としてあげると、こうやってあげると、これでまた消えちゃうんですね。はい。どこ行ったかっていうと、ふって言って息をかけてあげると、これで出てきます。もう一回行きますね。えー、今度はまた別の方法でやりたいと思います。このコインを落としてあげて、こう振ってあげると、これでなくなります。またね、これどこにとかっていうと、ふって引きかけたあげると、はい、出てきました。もう一回行きますね。 えー、このようにね、えー、はい、えー、コインですね。コインをこう落としてあげます。コインを落としてあげて、これね、振ってあげると、消えてなくなっていると、どこ行ったかっと、振って引きかけてあげると、なんと左手から出てくるということです。でね、えー、ここまで来るとね、えー、ちょっと何がやってるかちょっとよくわかんないということなんですけども、えー、ここにね、コインがあります。ここにね、コインがあります。これを取ってですね、 この辺からこうパシンってやってあげると、はい、貫通してですね、なんと下から出てくるということですね。もう一回行きますか。これを取ってあげて、こうやってあげると、はい、下からね、えー、貫通して出てきますよということです。まあ、いろんなね、コインのマジックがあるんですけども、今できるような私のコインのマジックは大体ね、このあたりでなるでしょうか。 もう一回行きましょうかね。えー、こちらにコインがありまして、これね、消してあげますよ、つって、こうやってあげると、はい、消えました。えー、どこ行ったのかっていうと、ふふっと、息をかけてあげると、これで出てきます。はい。というわけです。はい。えー、皆様ご視聴ありがとうございました。えー、もしね、このコインマジックね、もうちょっとね、やってほしいとかね、解説してほしいよっていう方がいましたらですね、ぜひコメント欄に打っていただけると嬉しいです。というわけで皆様ご視聴ありがとうございました。